今日はなんとお蔵入りの動画を見せたいと思います。イエーイあのですね、私は今東京力車という人力車の会社で働いているんですけども、この人力車の赤斑点、このかっこいい斑点を着るまでに時間がかかりました。まずは研修生からスタートするんですけど、その研修生の時のちょっとおバカな動画をお見せしたいと思います。イエーイちょっと恥ずかしいのですが、 YouTube を始める前の動画なので、本当に初心者の動画になっております。よかったら楽しんでもらえたら嬉しいです。そして次回の動画は、なんとなんとなんと、メイドカフェに初めて私が一人で行ってきた動画になります。それか東京コミコンに初めて行ってきた動画になります。そちらも次回楽しんでもらえたら嬉しいです。今日の動画はちょっといつもより短いから、最後まで見てもらえたら嬉しいですよろしくお願いします。それではスタート。あ、恥のあたり長友。恥のあたり長友。恥のあたり長友。これでしょ。恥のあたり長友。じゃあそのまま読んでください。恥のあたり長友が亡くなった後、うん、その子供の夢枕に、うん、観音様が立ち、うん、あなたのお父様とご兄弟は私を海中奥深くから救い上げてくださり、うん、今度はあなたがあなたのお父様とご兄弟の御霊を三者還元として、三者権現、三者権美、権現、権現、権現、三者権現として敬い祭りなさい、うん、七福神は分かりますか？あれですね、可愛い顔してる。可愛い顔してる。ロック通り、はい、カタカナで書いてあるんですけど、まあ、音楽のロックとかっていうのじゃなくて、実はここ浅草の1区から7区に分けたうちのロックっていう意味からロック言われたと思います。はい、でちなみにここの通り、ドンキホーテが奥にあるんですけども、そこのドンキホーテまでだいたい 50m、 昔、今だと歩いて多分もう30秒ぐらいと思いますよね。うんうん、昔どんぐらいかかったと思います。10分、7秒。全速力ですね。 100m 7秒って思うともうボルト超えです。それ30分以上かかったと言われています。はい、今でいう渋谷とか、竹下通りですね、竹下通りとか、もうお盆とかゴールデンウィーク想像してもらうと分かるんですけど、もう歩けない歩けないみたいな、そんな感じの通りだったんですね。なんでかっていうと、日本で最初の水族館とか映画館、ボーリング場とか、すべてがここに集まってたんです。だから人々はもう娯楽とか情報をもとにここに集まってきたから、すごい人がたくさんいたと言われているんです。はい、そんなロック通りです。どうでしたか？私の何年前の動画だったのかな。今4年目だから、4年前のもう最初の研修生になった時の動画でした。楽しんでいただけましたか？それでは次回の動画はメイドカフェの動画か東京コミコンの動画です。ぜひ楽しんでください。バイバイ。あ、いつもコメント、これこれコメントとライクとサブスクライブありがとうございます。またね。あれ、みーが来た。みー、はい、ちょっと来て来て来て
最後にお久しぶりのみーでーす。こんにちは。今度またみーとも動画撮る予定なので、はい、また見てください。見てください。バイバーイ。バイバーイ。なんでやねん。